本当に変われば変わるものです、と芸能関係者は口を揃える。8月いっぱいでジャニーズを退所する、キスマイフット2、の北山博光、37。TBS 系音楽番組の生放送にこのほど、7人体制で歌う最後の出演をした際、たくさんのエールをいただいて、パフォーマンスで返していきたいと思います、と挨拶していた。写真、北浩二の悲痛な叫び、性被害を、 新聞も女性週刊誌もテレビもリポーターも取り上げない、ジャニーズ事務所からの対処組は、やめじゃに、とも呼ばれているが、ジャニーズをやめると、そのタレントは業界から干されるという悪しき不分率があった時代はようやく終わりを迎えたのですね。ジャニーズが今年6月、北山の対処を発表した HP には、これからも変わらず、応援していただけますと幸い、との文言がありました。対処はタブーではなく、 第二の人生も頑張ってと送り出しているのですから、と、ジャニーズ事情に詳しい芸能ライターはしみじみと言った。デビュー予備軍のジュニアは約200人いるとされ、当然ながら誰もがデビューできるわけじゃない。そのため22歳定年制度が導入されているが、さらに6月には公式サイトで、ジャニーズジュニア、活動指針を発表している。 夢が叶わなかった少年たちへの進路相談などを手厚くやるというものだ。背景にあるのはもちろん、創業者ジャニー北川氏の成果がい問題です。そんな活動指針より何より、ジュリー社長は会見が先だろう、との声が大きいのですが、2枚看板の、スノスと、ストーンズとスノーマン、以外入らないんじゃないかと見られるほど、ジュリーさんはそれ以外には頓着していない様子です。 と続け高くして送り出す道筋が整いつつある中、注目されているのは受け皿だ。北山の第二の人生には賛成力のどこかになるのではと取り沙汰されている。元ジャニーズ副社長の滝沢周明氏の新勢力、戸部、元スマップチーフマネージャー飯島道氏が稲垣五郎、草薙強、香取慎吾と進行中のプロジェクト、新しい地図、さらに吉本入りとの説も一部で報じられた。 タッキーは北山が誰よりも尊敬し、公私ともに面倒を見てもらってきた存在ですから、退所後の身体について相談していると見て間違いないでしょう。飯島さんは、ジャニーズ時代にキスマイのプロデュースを手掛けたことがあり、その関係が今も続いているのかも。吉本も候補として、可能性はゼロではないのでは、前出の芸能ライター。有力視されているのが滝沢組だそうだが、 そこで飯島氏との橋渡し役も北山は務め、さらにそこに辞めジャニでもある中井正宏も加わったりして、ポストジャニーズ連合が形成されていくのでは、との憶測もあるらしい。滝沢組、戸部、には16日、7月16日にジャニーズ事務所を退所した元ジャニーズジュニアの大統領付き、18、が加入したことが発表された。これで、戸部の所属タレントは11人となった。 性加害問題では記者会見を先延ばしのジャニーズ事務所。時代遅れの調整に躍起のようだが、そんなの時間の無駄とばかりに、タレントたちが自らジャニーズの参加から飛び出す動きを加速。ジャニーズ帝国の次回も加速している。